今回の切開解説は若い命というドラマを解説してみたいと思うんですけれどもね、こちらは昭和40年4月3日から9月25日読売テレビ系列で毎週土曜日の19時から19時半まで放送されていたドラマでございます。はい、昭和40年代の毎週土曜日夜19時つまり7時から7時半まで読売テレビ系、日本テレビ系でどんな番組やってたかっていうと、あの大塚製薬提供枠でございますね。昭和30年代は大村崑さんのトンマ天狗から始まり、そして40年代に入るとこのあと巨人の星でまた一大ブームが起きるわけですね。途中には琴姫七変化だのというのもありましたし、随所随所で昭和史の中でブームを巻き起こしていた枠の一つですね、この読売テレビ系列の土曜日夜19時台というのはね。だからあの巨人の星にしても、それからそれの前の前番組である黄金バットにしてもですね、あと巨人の星の後番組である天才バカボンにしても、日本テレビで、関東では日本テレビで放送していたけれども、あれを制作していたのは読売テレビでございますからね。日本テレビのアニメってのはことごとくね、ちょっとどっか外れてたんですよね。なんかよっぽど子供向け番組のセンスがなかったんだな昔の日本テレビはって思うんですよ。その点読売テレビさんはね、まあ当たりまくりましたからね。その巨人の星も、まあ、黄金バットもそこそこ当たったし、あれが読売テレビさん制作第一弾ですからね、テレビ漫画としては。で次の巨人の星大ブームになるでしょ。でその後ね、本放送の時には当たんなかったけれども、ルパン三世、そして宇宙戦艦ヤマトという超名作も生み出してるわけですよ。で読売テレビさんってすごいんですよ本当に、ね。子供向け番組については日本テレビよりは全然この当時はね、上だったと私は思いますけれども、まあそんな読売テレビさんもね、この枠はやっぱりスポンサーの大塚さんの発言力がやっぱり一番強い枠なので、ちょっとね、それによって低迷する時期もあるんですね。この土曜日の19時台っていうのはちょっと低迷する時期もある。大塚さんがこれでいきましょうみたいな感じで言って、それがちょっと外れるとね、なかなか難しい時もある。多分これもね、スポンサーさんの意向が結構強かったんじゃないかなって気がするんだけどな、どうなんだろうね。原作がね、今日を限りのという菊田勝夫さんの作品で、これはあの舞台でやったんですよね。舞台でやって結構好評を得たというものでございますね。まあ本にもなってます、今日を限りのという本にもなってますけども、まあもともとはそういうもの、菊田勝夫さん原作と。それをテレビドラマにするにあたってですね、藤本義一さんがまあ脚色しているという感じですけれどもね。で主題歌が若い命、そして大空に一人と2つ書いてあります。どちらも作詞菊田勝夫さん、作曲古関裕二さん、そして歌が梶光雄さんというのは共通してます。右上がその梶さんが歌ったレコードのジャケット写真でございますけれどもね、梶さんがこのような格好をしてます。これ海兵学校の服装なんですね。その海兵学校を舞台とした青春ドラマでございます、ね。それで若い命ということでね。でジャケット右側の方にテレビ映画若い命主題歌とだけ書いてありますよね。右側に独立して若い命主題歌ってなってて、で左側に2曲文字を同じ大きさで並べてあるっていうことは、両方ともやっぱりこの若い命の主題歌なんでしょうね多分。でジャケットの裏を見ると、確かに A 面 B 面、 A 面がちなみに若い命で、番組名と同じ若い命で、 B 面が大空に一人になってますけども、どちらにもね、ジャケット歌詞面の方でもどちらにも主題歌とちゃんと別々に書いてあるんで、まあ多分両方が主題歌として作られてるんですよね。ということは、まあ常識的に考えて A 面の若い命の方がオープニング主題歌で、で B 面の大空に一人の方がエンディング主題歌なのかなっていうふうにも思えますけど、どうなんですかね。この当時の30分ドラマってエンディング主題歌がないやつの方が多いと思うんで、
レコードではそのように表記されていても、エンディングはなかった可能性も結構あるんですよね。だからこれもやっぱり放送当時のフィルムを見てみないと確定はできません。なので私もそういうふうにオープニング主題歌とかエンディング主題歌とか書いてませんが、ね、一応レコードの表記に従って両方とも主題歌として扱いましたけれどもね、どれをどのように使っていたかっていうのは本編のフィルムを見るまではわからない。しかしこれはね、制作が宝塚映画ということになってますから、宝塚映画さんのさフィルムってさ、そもそも現存してるのかどうかもよくわからないというものばかりなんでね、めったに発掘されないですからね。あの CS のファミリー劇場というチャンネルができた頃、何本かね宝塚映画さんのテレビ映画を発掘してくれてね、あれは本当狂気したんですけどもね、プロファイターだの37階の男だのね、すげえなこんな番組あったんだって感じで興味深く見てましたけど、その時ですらこの若い命確か発掘されてなかったと思うんだよな。なんでね、放送当時以来何年、50年ぐらい全然発掘されてない、日の目を浴びてないと思うんですよね。ぼちぼちどっか発掘してくれないかなと思うんですけどもね。例によってベストフィールドさんかな、ね、ここでお知らせをご覧ください。で、出演者はこのようになっております。主人公が桂一郎、これを梶光夫さんが演じてます。つまり梶光夫さんの主演主題歌ってことですね。主演そして主題歌歌唱ということ。梶さんね、要するに青春歌謡であります青春の城下町という歌がね大ヒットしましたんで、でその勢いを買ってあれでしょうね、まあおそらくレコード会社のプッシュがあってドラマ主演が実現してんだと思うんですよ。この頃昭和39年40年前後ってちょうどね、まあこういう青春歌謡路線の若手の歌手の人がドラマで活躍し始めるっていう頃なんですよ。つうかテレビドラマでも主演をし始めるっていう頃でね、三田明さんにしてもそうだし、それからあとまあ西郷輝彦さんとかね、西郷さんは主演ではなかったか、あ船木和夫さんなんかも主演なんかやってたり、そういう時期なんですよね。だからレコード会社さんが多分裏で暗躍しててやってるんだと私は思ってるんですけど、多分ねレコード会社さんの方針として映画がダメになってきたから、だんだんね、だからそれまでは映画主題歌でタイアップってやってたのを、ぼちぼちテレビに舵を切り替えた方が良くないかみたいなね、そういう感じがあったと思うんですよ、私の、想像ではね。それでまあ梶光夫さんもヒット曲が出たついでにっていうかな、その余生を買って見事主演ドラマを勝ち取ったということでございますね。そしてヒロインが朝倉の妹って書いてありますけど、これが土田早苗さんですね。ちょうどこの頃本格的な青春ドラマであります青春とは何だの方でも活躍してましたよね。でこちらにも出ていて、朝倉の妹って名前がねちょっとね、名前書いてある資料がないんですよ。名前がよく分かんないんだけれども、次のね朝倉康彦っていうこの主人公の親友がいて、その彼の妹でおそらくガールフレンドだと思うんですけれどもね、まあ、この当時ですからガールフレンドっていう概念はないんですけどもね、だからお互い憎からず思ってるぐらいの感じだと思いますけれども、でその朝倉康彦主人公の親友役を近藤真臣さんがやってるんですよね。これがね、まあ、ちょっと先進みますけどもね。で三宅由紀恵という女性、これが教官がいて、三宅教官というのがいて、それの娘ですね。で彼女を中真知子さんがやっていて、で、海兵学校の同級生っつうのかな、同じ海兵学校生に逗子孝雄さんと、そして高峰啓二さんが出ていたということなんですけども、まあそれぞれ見てみますとね、近藤真臣さんは多分ねこれが初出演なんじゃないかな、デビュー作だと思うんですよ多分、私の考えでは。当時の記事でも、それから今でもそうなのかな、エロごとしたちっていう映画があるんですよね。
今村翔平監督の、あの野坂昭如さんのさ原作でね、エロゴトシたちっていう、それで坂本澄子さんの弟役でデビューっていうのが当時から一般的に言われてるんですよ。でまあ時期から言うとそうなのかもしれないけれども、エロゴトシたちの公開って昭和41年みたいなので、多分こっちの方が先なんですよね、映像として発表されたものって。だから本当のデビューはこっちだと思うんですよ、本当は。まあ、近藤さんの意向として映画の方をデビュー作にしたいのかもしれないけどもね、エロごとしたちなんていう題名ではあってもテレビよりは格が上なのかもしれない、もしかしたらね。あんまりこの若い命の話が出なくて、近藤さんの経歴の中で不思議なんですけどね、なんでなんだろうね。デビューでいきなりさ、まあ、主役の親友役だから、まあ準主演みたいな感じだと思うんですよね。位置的には3番目の位置だと思うんですよ。だからもう本当のデビュー、本当のデビュー作だと思うんだけど、それでこんだけの上の方に名前があるんだからすごいことだと思うんですけどもね。なんかあんまり近藤さんの経歴の中でこの番組については触れられないっていうね、まああんまりにも無名だからだとは思うんですけども。で中町子さんは多分宝塚出身の方なんかな、そこから宝塚映画に一回行ってっていう感じだと思うんですよね。で東宝に所属してっていう、この頃は多分東宝の女優さんですね。で高峰啓治さんはもうこれ特撮マニアにはね、名前見た瞬間ピンとくると思うんですけども、あのウルトラマンエースのね主役をやった方でございますね。でまあちょっとね、これ当時の資料というか新聞を見てたらはね、面白いっつうかな、あのあこういう感じだったんだっていう出来事があったんで、それを見ていきたいと思うんですけども、沢田研二さんの我推しベスト10を発表してみたいと思いますね。男性歌手としては秀樹さん、西城秀樹さんに続いて2人。